平成24年台風第23号は2012年10月に発生しフィリピンなどに被害を出した台風である。新ロ図10月19日にカロリン諸島の東南海上で形成が始まり24日3時にフィリピンミンダノ島の東で熱帯低気圧から台風23号になったためアジア名ソンティンと命名された。命名国はベトナムで。 ベトナム神話の山の神に由来する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、オフェルと命名している。台風は当初は、中心気圧998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速18メートル、最大瞬間風速秒速25メートルであったが、25日にかけて、フィリピン南部から北西に進んで、フィリピンを縦断し、 南シナ海に進むと26日から27日にかけて急速に発達。27日にはトンキン湾の南に達した。28日から29日にかけて、震度を北向きに変えてベトナムのハイホン付近から上陸。震度をさらに東に変えて29日午後3時に中国河南地方で熱帯低気圧に変わった。 フィリピンの南コタバト州ジェネラルサントスでは120戸が避難、北ダバオ州タグムでは電線が寸断し、議事堂をはじめとして多くが停電。コンポステラバレー州では強風で住宅の倒壊があったほか沿岸部が高波による被害を受けた。この台風に対してフィリピンの沿岸警備隊は船舶の航行を禁止、ミンダノ島では約600名が足止めされたか、 カビテ州からコタバト州の都市で洪水が発生、大雨と強風、高波によって数千名の旅行者が足止めされた。ビコール地方では洪水によって線路が冠水し複数の列車が脱線、数名の負傷者が出た。フィリピン当局は27日の時点で死者6名、行方不明者9名としていたが、28日には死者24名に修正。 死者の多くは洪水による歴史で、倒木や被産物の衝突や地滑りによる生き埋め、寒電死などもあった。28日現在、漁師8名などが行方不明となっている。今回の台風により14,693世帯66,768名が影響を受け、3,382世帯15,243名が97箇所の指定避難所に避難した。 ありがとうございます。